どうも皆さんこんにちは、チャックバスです。本日はですね、先日 ANA のね、ダイヤモンド修行の、ラストフライトの動画をね、出させていただきましたけども、新型コロナウイルスのね、自粛もね溶け出してですね、先日、動画出させていただいたわけなんですけども、まあ、今回の動画では、私がね昨年行ったダイヤモンド修行の費用とかね、獲得プレミアムポイントとかね、まあそういうちょっと細かい話をね、していきたいなと思います。まあこれからね、まあ今すぐっていうのはねちょっとできないかもしれないんですけども、まあこれからね、まあ、自粛が解除されてってダイヤモンド修行ね、検討されているっていう方はね、まあぜひ参考にしてみていただきたいなと思うんですけども、まあ、私がね昨年行ったダイヤモンド修行っていうのは、まあどちらかというともう価格をできるだけ下げるは下げたいんですけども、でも、搭乗クラスはビジネスクラスを利用したいっていうね、まあ、結構わがままなあの路線でね組んだ、結果ですね、まあ、費用はまあまあかかってるんですよね。まあ、ですので、まあ、そこまでね参考にならないかもしれないんですけども、まあ、今回ね動画撮っていきたいと思いますんで行ってみましょう。それではですね、ちょっと画面を切り替えさせていただいて、こちらね、Excel みたいな感じで表を作らせていただいたんですけども、日付の部分ね、ちょっと見ていただいてほしいんですけども、まあ、基本的にね、ほとんどレビュー動画出させていただいてるんですけども、表に出てるね、日付っていうのは参考程度に見ていただきたいなと思いまして、っていうのも、クアラルンプール発見の東京乗り継ぎのニューヨークの往復、まあ、これをね、結構、今回もね2回入れさせていただいてまして、全てねストップオーバーで別切りにしてね利用しているところもありますんで、ちょっとこの日程っていう部分はですねちょっと参考程度に見ていただきたいなと思います。でまずね一番最初ですね、2019年7月の頭にね行ったダイヤモンド修行ですね。まず区間がこちらジャカルタからのイスタンブール経由のニューヨークの往復ですね。でこちら、利用した航空会社が、ターキッシュエアラインですね。機材は行きのねイスタンブールから、JFK だけちょっと違う機材だったんですけども、それ以外はボーイング777-300ER っていう感じですね。で搭乗クラスはビジネスクラス、予約クラスは D クラスで、125% プラス搭乗ポイントが400ポイントつくクラスですね。で、獲得プレミアムポイントが 21,622 ポイント、価格が26万1682円、かなり高いですよね。で、プレミアムポイントはね、PP 単価っていうものですね。基本的にはこちらが10円以内がいいっていうふうに言われてますね。ですけどもここはね12円っていうふうになってますね。ビジネスクラスっていうこともあって、まあ、ちょっとかなり高いですよね。私どうしてもねこの路線ちょっと利用してみたくてね発見したんですよね。というのもこのビジネスクラスっていうのはシェフがね搭乗してるんですよね。でシェフの方が、メニューを聞いてくれて、さらにねシェフの方がその場で作った機内食がねいただけるっていうことで、まあ、かなりねビップ待遇ですよね。まあ、これをねちょっとね利用してみたくてねこの路線発見させていただいたんですけども、結果ね本当にね大満足でしたね。でですね本当にこれね昨年利用しといてよかったなって思う点がありまして、これね今新型コロナウイルスの影響でターキッシュエアラインの、ね、ビジネスクラスの機内食ねミールダウンっていうんですかね、ちょっと軽くニュースで見たんですけども、このシェフの搭乗ね中止になってしまったみたいで、まあ、今後はねビジネスクラスの長距離路線であってもボックス系のね機内食に切り替わるっていうことがねもう発表されておりまして、まあ、今後どうなっていくかわからないですけども、現時点ではねちょっともうシェフが搭乗してその場でね機内食作っていただいて利用するみたいなことはねもうできないっていう感じなんですよね。ですんでね、まあ、去年ね、利用しといてね本当に良かったなっていう思う点の一つなんですよね。でまあ味は本当にね本当に美味しかったですしね、この新型コロナウイルスね今後ねうまく付き合っていかなきゃいけないということで、まあ、今までみたいなねコース料理っていうのは、まあ、今後どうなっていくかねちょっとわからない部分ではあるんですけども、まあ、残念ながらねタキシエラインでは、まあ、そういう対応が取られたっていう感じになります。次にね、クアラルンプール発見の、東京経由の、ニューヨークですね JFK の往復ですね。まあ、こちらは、機材はボーイング777-300ER ですね。
こちら搭乗クラスはエコノミー、予約クラスは M クラスで 100% で発券しているんですけども、東京からニューヨーク路線はね、すべてこちらマイルで取ったと思うんですけど、マイルでねアップグレードさせていただいておりまして、 JFK、JFK 羽田両方ともねビジネスクラス、利用させていただきました。獲得プレミアムポイントは25,060プレミアムポイントということで、まあ、1個ね上見ていただきたいんですけども、価格はですね22万円なんですけども、プレミアムポイントね25,060ポイントもらえるに対して、まあ、上はね26万円してんのに21,600プレミアムポイントということで、まあ、かなりね単価が安いですよね、この路線は。まあ、ここがねやっぱりね素晴らしい点なんですよね。プレミアムポイントの単価もね 8.9 円ということでね、かなりいいですよね。で次ですね、次は、北京からの、シンガポール経由のこの AKL っていうのはオークランドですね、ニュージーランドのオークランドの往復ですね。こちらは、シンガポール航空を、メインで利用させていただいて、ほとんどがねボーイング 777-300ER だったんですけども、一つだけねニュージーランド航空のね、飛行機に乗ることができてですね、こちらはボーイング 787-9 ということで、シンガポール航空のねビジネスクラスは本当にねすごい良かったですね。うん、広い、やはりね広いですね。まあ、ANA のね新しいボーイング 777-300ER のザルームとそこまで変わらないと思うんですけども、やはりね広かったですね。でこのニュージーランド航空の、ボーイング 787-9 のねビジネスクラスな、芋虫型みたいな感じでこう斜めにね座席が配列されているビジネスクラスなんですけども、まあ、これもね広さはねやっぱり全然狭いは狭いんですけども、でも結構楽しかったですね。で予約クラスは、J クラス、100% の搭乗ポイント400ポイントですね。で獲得プレミアムポイントが 23,366プレミアムポイント、価格が 243,298円ということで、まあ、こちらもねかなり高いですよね。プレミアムポイントの単価は10円っていう風になっております。この北京からのねオークランドの、往復なんですけども、まずシンガポールからオークランド乗り継ぎは確か6時間とかそのぐらい確かあった気がするんですよね。まあ、それもねシンガポールチャンギ国際空港ねすごいいろんなラウンジがあってねすごい楽しかったんですよね。でこのオークランドのね乗り継ぎは12時間ぐらいあって、そこでもね2箇所ぐらいラウンジもあってね、まあ、かなり有意義にね過ごさせていただいて、帰りのシンガポールからの乗り継ぎはねまさかの24時間ぐらいね時間がありまして、でまたチャンギ国際空港でねこの時ラウンジね4つぐらい回らせてもらったんですよね。まあ、ちょっとね体調が途中で悪くなってきてしまって、ちょっと4つでねやめちゃったんですけども、回ろうと思えばねまだターミナルも確か移動できるはずなんで、行こうと思えばねまだかなり行けたはずなんですけども、でも24時間いましたけどもね全然退屈しなかったですね。で次ですね、2019年の10月ですね、こちらは、ただ単に帰省で、利用させていただいた国内線を、ダイヤモンド仕様にね突っ込んだ感じですね。こちらね普通の ANA の国内線の普通席を、株主優待割引、チケットで取って、獲得プレミアムポイント1,742ポイント、価格は往復でね、26,680円、かなり高いですよね。で、かなり高いので、ね、プレミアムポイント単価も30円ですからねかなり高い。なんでここはね全額、ANA マイルを、スカイコインにね交換して、利用させていただいてますんで、まあ、実質的にはね、まあ、払ってないっていう感じですね。次に1回目のクアラルンプール発見の JFK 往復ですね。こちらはですね機材のところね、ボーイング 777-300ER の横に R ついてると思うんですけども、こちらねタイミングいいことに ANA のね新しいシートが発表されて、ちょうど機材変更になってるぐらいの時にここら辺のね予定をもう持っていて、まあ、それがねたまたま当たったんですよね。うん、ビジネスクラスのアップグレードを行っててそれが落ちてきたんですよね。うん、かなりラッキーでしたね。でこれ帰りがですね JFK から成田、本当はね羽田にしてるんですけども、成田の方このザールームの運航便が多かったので、まあ、それを狙ってねちょっと変更してうまくね帰りの便も、ザールームで、ね、乗ることができたっていう感じなんですよね。ですんで、まあ、行きは前向き帰りは後ろ向きみたいな感じでね、利用することができましたんでかなり良かったですね。まあ、こちらも搭乗クラスはね一応エコノミーになってるんですけども、ニューヨークの往復だけは
こちらは両方とも、いや片方はアップグレードポイントで確か取ったのかな。でもう一つは ANA マイルでね、アップグレードさせていただいて、長距離路線はビジネスクラスでね利用させていただいたんですね。で予約クラスは M クラス 100% ですね。搭乗プレーンポイントは 25,060 ポイント、価格は 223,240 円ということで、まあ、こちらかなり高いですけども、こちらはね本当に全部 ANA の路線だったんで、全額使いコインでね利用させていただいたんで、プレミアムポイントね 8.9 円なんですけど、まあ実質はねANA マイルでね、まあ、支払ったっていう感じですかね。で、最後ですね、クアラルンプールから羽田、まあ最後のねクアラルンプールから、まあ海外発券なんでね、クアラルンプールから羽田の路線をですね利用させていただきましたけども、こちらはまあ機材はねボーイング 777-300ER で、搭乗クラスはプレミアムエコノミーということで、まあいつもねエコノミークラスの M クラスをね 100% で取ってるんですけども、まあ、こちらよりですねM クラスよりこの N クラス 75% の方が価格が安くてですね、なおかつ、計算するとね10万ポイントがね、まあ、貯まる計算が見通しだったんで、最後はね N クラスで、利用させていただいたっていう感じですね。獲得プレミアムポイントは3904ポイント、価格が 45,040 円、ちょっとかなり高いですよね。このクアラルンプールからね羽田路線はやっぱりその後にねニューヨークとかをつけると一気にねプレミアムポイントの単価下がるんですけども、これね単発で取るとね高いんですよねっていうことなんで、ここもね全額 ANA マイルからねスカイコインを入れてね利用させていただいたっていう感じですね。プレミアムポイントの単価は 11.5 円ということでかなり高いですよね。まあっていう感じでね、まあ今回の昨年のねダイヤモンド修行のね全ルートの詳細っていう感じですね。総費用はね今回ね ANA マイルからスカイコインに交換して、まあ私は利用させていただいたんで、まあそれをね全部現金決済で行った場合はね102万と1140円、かなり高いですねっていう風になっております。ですけども半分ねスカイコインでね利用させていただいてますんで、まあ、実質支払ったのは72万と6180円っていう感じですね。まあこれでもね十分高いですよねで総獲得プレミアムポイントは10万と754ポイントということで、全体的なねプレミアム単価っていうのはスカイコインをね入れないとですね、まあ、全体的で10円っていう感じなんですけども、スカイコインね結局利用させていただいておりますんで、まあ、そちらを入れるとですねプレミアムポイントの単価っていうのはね 7.2 円っていう感じになりますね。まあ PP 単価 7.2 円だったらまあいいんじゃないかなと思ったんですけども、まあこれもね無料ではないですからねANA マイルをねある程度使って、まあ、この単価まで下げてるっていう感じなんで、この単価でね、まあ、ダイヤモンド仕様ね昨年できたんで、まあ良かったかなっていう感じですね。いかがだったでしょうか。今回は ANA のね、ダイヤモンド仕様の詳細解説させていただきましたけども、まあ、個人的にダイヤモンド仕様ねしてみてなんですけども、やっぱりねすごい楽しかったんですよね。本当にいろんな空港に行ってラウンジとかね見ることができましたし、まあその間でねニューヨークもね行くことができたんで、本当にね充実したねダイヤモンド仕様でしたね。ちょっと今現時点でね新型コロナウイルスの影響で今すぐっていうのはできないと思うんですけども、まあ、このままね自粛が解除されてって昔のようにね飛行機が自由に乗れるようになったらですね、ダイヤモンド仕様ね検討されてる方もいらっしゃると思いますんで、まあちょっと私のこの路線自体はねそこまで参考にならないと思うんですけども、まあこういう路線の組み方もありますよぐらいの感じでね頭入れといていただければ、嬉しいかなっていう感じですね。今回の動画はねこんな感じで終わりたいと思います。この動画が役に立った方はいいねチャンネル登録ぜひお願いいたします。私ブログツイッターもやっておりますんでフォローチェックしていただけるととても嬉しいです。私のチャンネルではですねこういった ANA マイル、JAL マイル、マリオットボンボイホテル、クレジットカードお得情報とかね、発信させていただいておりますんで、もしよかったらチャンネル登録ぜひお願いいたします。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。